会っていうのがマスコミと、そしてある芸能プロダクションと結託してですね、我が物顔に振る舞ってる。朝から維新関係者の顔を見ない日はない。それをうちのお風呂とかもそうだけども、維新関係者の顔をテレビで見るたびに、あ、一生懸命働いてると思うんですよ。でも僕はお風呂にね、いやこれテレビで出るということはこれは働いてる公務じゃないですよと、私事なんですよということを言っても、テレビに出てると働いてると思われてしまう。この辺のマジックによってですね、なんか維新の会頑張ってんじゃないのかというようなね、気持ちにみんながなってるんですね。それに対してやっぱりコツ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 そうじゃないんだということを愚直に訴えていくしかないんですよ。でそれがやっとねここに来てちょっと花を開き出してるんですよ。要は維新のやってることにちょっとね、あのストップをかけようという人がちらほら出てきてる。でこの動き、このムーブメントはね多分止められない。今後ますます大きくなっていく。そしてこれがコツコツじわじわ来てる分だけ、この基礎体力、基礎工事が出来上がってるから、この上に物を建てていくとひょっとしたらあっという間に立派なものが建つ可能性もある。で維新の会というのはここは全くしっかりしてないけども、立派な建物を建ててみんなが立派だ立派だって言ってるだけで、一つその屋台骨が崩れると、今橋本徹さんという方が上海電力の問題でぐらついております。このぐらつきが一気にその大きな綺麗な立派なビルを倒すことにつながるかもしれない。その動きは令和新選組が僕は担ってると思います。そうだ、ありがとうございます。はい、でね、竹内さんね、今一生懸命ね、私たちのね応援、そこをぶっ壊しに行かないといけない。もうこれはあのこの日本のサブカルチャーをね、あの台頭ですから、はい、それはもうみんなの思いを背負ってですね、あの維新をぶっ壊しに行きますので、ぜひご期待ください。よろしくお願いします。最後にあの消費税なくすゼロにする、これ令和新選組が力強く訴えております、はい、で消費税ゼロ、これは皆さんの声、力があれば確実に実現できることだと思っております。高市早苗さんは消費税を減税できないのはなぜか、その理由の一つとして値段表を付け替えるのが面倒くさいってことを言ってましたけど、そんなことで消費税を下げないという理由になりますか皆さん。これならないでしょう。そして社会保障、社会のために、弱者のために、消費税は 100% 使ってると文言としては書かれておりますけども、実質的には全くそこには使われていないということも、これ皆さん徐々にですけど分かってきております。今回の参議院選挙はこれを徹底的に知らしめる良いチャンスで、ここで結果が出ると消費税、将来的に、近い将来的に多分思うような結果につながっていくと思いますので、一つ皆さん、令和新選組、そして代表令和水道橋博士、そして選挙区は八幡、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。竹内でございました。